こんにちは、久保です。なんかそのモチベーションっていう言葉ありますよね。モチベーションが湧かないとか、モチベーションを高く保つためにはどうすればいいんですかみたいなのがありますけども、前々から言ってますけども、モチベーションがあるないとかっていうレベルでやってるうちはまだまだだと思うんですよ。モチベーションがあろうがなかろうが、やることはやる、目的にまっすぐ進んでいく、それはモチベーションの外の話だと思うんですよ、だからね、モチベーションがある時って誰でもね、行動力上がるし、やっぱ判断早いんですよ。でもモチベーションはドーピングです。必ず切れるんですよ、ね、やる気がなくなるんですよ。で、まあどんなこともそうですけども、お腹が空いてて もう食事を取ればね、お腹いっぱいになるんですよね。だからハングリー精神失われるわけなんですよ、文字通り。で、まあ自分好みの女の子がなかなかねお付き合いできないとしても、まあ男性でしたらね、風俗行って自分好みの女の子を見つければ一定の期間はまたね、性欲は満たされたりするわけなんですよね。その他にも、そのモチベーションを頼りにしてる以上は、モチベーションが湧かないときは何もやらない、要するに何の目的意識も持てないってことになっちゃうんですよ。しかしですね、モチベーション無視でやるとどうなるかっていうと、サイト作成1万個、これね、順調に進むんですよ。やる気がないけどやったとかね、モチベーションはあるない関わらず、行動作業は済んでるわけなんですよ。で、会社に勤めるとやっぱ人っていうのはモチベーションによって働いたり働かなくなったりするんですよ。それをお互いにね、許し合ってるんですよ。ちょっと今日部長すいません、モチベーション上がんなくてパフォーマンス悪いっすわって言ったら、まあ人間誰しもそんなことあるよねみたいなこと言うわけですよね、上司がね。許されないんですよね。というのが、上司もモチベーションが湧かないっていう体験をしてるんで、人のことが責められないんですよ。今日部長は動き遅いっすねみたいなことね、思われてるんじゃないかなっていうふうなね、そんなところがあるから。だからお互いにお互いのことを裏切る存在だと思って、自分もそうすることの免罪符をお互いに渡し合ってるんですよね。でも機械っていうのはモチベーションに関わらず存在して動いてるんですよね。今ね、体のエーダのステーキングってやってますけども、これプログラミングがステーキングを報酬を5日ごとに振り込んでくれるんですよ。だから人間のようなヒューマンエラーがないんですよね、で別の例で言うと、車の例で出ましたっけね、人間はミスるんですよ。なんか予約が遅れると思ったら、フレンチの予約に間に合わせるために全速力で走るわけなんですよね。で、体調によってもコンディションが変わってきます。でも車ってどうですかね、アクセルを踏めば走るし、ハンドルを切れば曲がるんですよ。それ以外のことは何もしません。キーを回さなければどんなに優れた車も動かないんですよ。要するに無事故なんですよね。でも人間ってのは車に乗ってようが乗ってまいが事故を起こすんですよ、それこそ口論になったりね、人のことを悪く思ったりとかあるんですよ。人の感情っていうのはいい方にも悪い方にも自由自在に触れていくんですよ。だからね、やっぱ人間は感情があり、それもいいことなんだけど、もちろんだけども、人間の感情がある限りは多分不幸はなくならないと思うんですよね、そういうところがありますね。だから社員っていうのは会社のために頑張りますっていうのは入社の面接の時だけですよ。入ったら閉めたと思うわけなんですよ。だからみんな保証のある会社員になりたいわけでしょ。保証がなくたって自分のパフォーマンスがしっかり発揮できるんだったら、別にね、非正規で高い成績出してもいいわけなんですよね、だからそういうところもいろいろあるんじゃないかな、厳しい話ですね。でもね、こういうこと考えたらね、感情があるから人間らしいんだけども、そういうところが全ての不幸であり喜びであり、まあ長所イコール短所かなというところですね。モチベーション、モチベーションは当てにならないということですね。